はい、バーチャルボーイ編のね、まあ第2回となりますが、どちらかというと今回は周辺機器を主に見ていきたいなと思うんですが、まずね、こう質問があったりしたのがですよね、まあ目に悪そうというか目が疲れそうというのが、まあ、一番気になりますよね。 3DS が登場した時も、まあ、目がつぼれちゃうとかそんな、まあ、デマみたいなのも出ていましたけども、まあ、実際こうバーチャルボーイをね覗き込んで見てみると、何でしょう、非常にね奥行きが広がってるんですよね。まあ30分1時間とそのぐらいでしたら目が疲れちゃうということはありませんね。どちらかというと体勢がね、体の体勢が固定されますんで、まあ肩とかね腰とかその辺が痛くなってくる、ケツが痛いとかそのぐらい、そっちが先に来るかなと思いますね。それ実際にこうお医者さんにね、こう目が悪くなるのかどうかをチェックしてもらったそうなんですが、逆にね目が良くなると、要するに遠くを見ているからということなんですが、まあさすがに目が良くなるかは分かんないんですが、思ったよりも目の負担は少ないかなと思います。さあ周辺機器ですね。本来ねこの AC アダプター、アダプターなんか言い方が変ですけども、 AC アダプタータップというものはね今回やるべきだったんですが、初回に公開してしまいましたね。ですので今回は周辺機器なんですが割愛させていただきますけどね、この AC アダプタータップは別売りになってます。普段からバーチャルボーイはね常設してますんで、こちらのね AC アダプタータップを使ってます。そしてパッケージ付きなんですが、ステレオヘッドホンですね。まあよくある 3.5mm のステレオヘッドホンです。イヤホンです。もう一つアイシェードですね。まあ顔と接触する部分ですので、まあ選択してだんだんヨレヨレになっちゃったら、このね替えのパーツがあるよということです。さあ早速ですね、こいつをでは変えてみたいんですが、実は外せるんですね、ここ爪がありますんで引っ張ってあげます。キュッと、まあ簡単に取れますんでね、こんな感じで外れます。まあ取っちゃうとなんか間抜けになりますね、バーチャルボーイ。まあこれでも実際プレイはできるんですが、光が差し込んでしまうんで没入感が減ってしまいます。ではこちらなんですが、プラの部分とこのフェルトのような部分は別ですね。ポチポチポチと簡単に外れます。アイシェードホルダー012の型番がついてますね。確かねこのアイシェードホルダーも別売りしてたような、してないような、ちょっと記憶がね定かではありません。これ番号が振ってあります。00じゃねえや、123456とありますね。これちゃんと意味があって、このねフェルトのようなアイシェードにも番号が振ってあってですね、どのボッチとどの穴が対応しているかがちゃんとね分かるようになってます。取って選択して、あれどこに刺して戻せばいいんだろうというのが分かんなくならないように、ちゃんとね番号が振ってあるのは親切設計ですね。まあこちらはこう予備のアイシェードになってます。まあ、付け方も書いてありますんで、そんなに悩むことはないと思いますけど、一応中性洗剤で洗ってねということですね。でまあ洗濯を繰り返すとねヨボヨボになってしまうのか、替えのねアイシェード周辺機器で出てます。番号見えるかな、2番は見えますね。1番がちょっと消えちゃってるかな。123456もちょっと見づらいですね、見づらいまあだいたいそんな感じで1から6まで番号が振ってありますんで、それに合わせて刺せば、まあちゃんと元に戻るようになってます。数字がね内側になるように、
まあ丸く丸めていくといった感じでしょうかね。早速つけてみましょうか。1位はどこかな。まあ順番通りじゃなくてもいいんですが、まあ順番通りのが確実かなと、ポイポイポイとつけていっちゃいます。まあ20年間ね、違うな、25年間まだ一度も洗ったことがありません。でまあクンクンしてもね、そんなにというか匂いはしませんね。よかった、腐ってません。であとはここにカチャッと押し込むだけです。あっという間に装着終わりましたね。まあ洗濯しても大丈夫、陰干ししてほしいということだったんでね、あんまり日光には当てないでといった感じです。せっかくなんでこのアイシェードのパッケージから出してみたいと思いますが、新品のアイシェード出てきましたね。香りはまあ新品な感じですね。数字がまだはっきりと残っていますね。さすが新品でしょうか。こっち向きかな。ほら1もちゃんと見える。1、2、5、6は見えるかな。6見えますね。全部数字がはっきりと映ってますね。次はですね、ステレオヘッドホンへ行きたいと思いますね。いや、わざわざバーチャルボーイ専用と歌ってますね早速出していきますが、まあ、パッケージはブラックをベースにね、赤の文字になっていてね、バーチャルボーイカラーと言えばいいんでしょうか。型番は VUE014 ですね。ステレオヘッドホンというものです。まあよくあるイヤホンですね。ただしカラーがちゃんとバーチャルボーイに合わせて赤と黒になってます。まあゲームボーイ専用ステレオヘッドホンと同じような感じですので、色違いのような気もしますが、一応型番上はね違くなっています。イヤホンの性能はどうでしょうね。まあそんなにこうね、専用じゃなくてもいいんじゃないかなというぐらいな感じはします。任天堂のロゴと、ここにね型番がちゃんと書いてありますね。でコリアになってます。コリア、メイドインコリアといった感じですね。まあどうしてもこうバーチャルボーイカラーに合わせたければこんなセットも売っていましたね。まあイヤホンなんてのは大抵皆さん持ってますからね、自分の持ってるやつでいいとは思います。まあ型番とかね、この純正品にこだわるならこいつ。さあもう一つなんですが、通信ケーブルというものがね、実は発売予定になっていました。この下のここのね EXT と書いてあるところですね、ここが通信ケーブル使うとこだったんですが、残念ながら海外版バーチャルボーイはこのね EXT コネクタが削除されちゃっています。ということで通信ケーブルは発売されることはありませんでした。では最後になりますが AC アダプターですね。バーチャルボーイの AC アダプターは専用は出ていなくてですね、このファミコン用のものを使います。ただしね、もうファミコン用もだいぶ時が経っていたりとか、重たい結構熱が出るとかいうので、まあ個人的に自分はこのね互換品を使っています。アクラスの製品になりますけども、非常にね小さくてコンパクト、熱もほとんど出ません。こんなにねサイズが違います。そして軽いんですよね。ということでまあこちらのね純正はもう最近あんまり使ってません。場所食いますんでね。まあ要するに種類が違くて、純正の方はまあ昔主流だった電源トランス型ですよね。だから重たいんですよね。最近の AC アダプターの主流はこのスイッチング式といってね、非常にコンパクトになってます。ただ若干ノイズが乗るということなんで、まあその辺が心配ですよね。まあ実際バーチャルボーイで使っていても全然問題なく動いています。はい、いかがだったでしょうか。バーチャルボーイ周辺機器編でしたけども、まあねこの辺は
あえて持っていなくてもバーチャルボーイをプレイする上では全く関係ないかなといった感じはします。まあ、そもそもなかなかもうね売ってないという事情もありますけども、あとはこのね AC アダプタータップはあるといいかなと思うんですが、まあ確かねそんなに売ってないわけではなくて時々見かけます。まあ、あると AC アダプターをね使ってプレイできますんで、まあ電池の切れを気にすることなくプレイできるんじゃないかなと思います。で次回はですねバーチャルボーイソフトウェア編に入っていきますけども、まあ結構ねこう楽しめるもの、サクッと遊べるものがね多数揃っています。多数といってもトータル19本しかリリースされていませんので、多数とは言えないのかもしれませんが、じっくりプレイするというよりはサクッとね手軽にプレイする、そんなソフトがあります。ではまた。